ボスが追加されております。あいつですね。あいつです、うん、何が起きてるかわからない。何が起きるかわからない。皆さんこんにちは、シロコロチャンネルジュニとホットゲームガールズチャンネルのみそ汁です。ということで本日もファイナルファンタジーブレイブエクスビアス公式チャンネルやっていきたいと思います。イエーイ、よろしくお願いします。はい、というわけで今日は何をやっていくかと言いますと、はい、先日ですねシリーズボスが追加されております。あいつですね。あいつです、うん、ブラボさんが追加になっております。はい、こちらはですねセカンドシーズンのね、まあ、ちょっとネタバレになってしまうんですけれども、まあ、ラストに出てくる方なんですけれども、こちらね、どのキャラクターたちが潜在回復するかというと、セカンドシーズンに関わってくるなんとか統制のアルドールの方たちとか、はい、シトラちゃんとかホルカちゃんとかあの辺の、6名傑とか8賢者とかあの辺ががっつり潜在回復を着ております。おー、かなり人数が多い。かなり人数多いですね。かなりの人数を背負ったブラドさんです、うん、めちゃめちゃいろんな人を成長させてくれるんですね、このブラドが。はい、ってことで今回はですねみそちゃんにこのブラドさんに挑戦してもらいたいと思います。では行ってみそし。さあまずはブラドさんの潜りヒント見ていきましょう。強力な物理魔法を行ってくる難敵、一定地位下になると行動パターンが変わり、一氷の二属性による攻撃を2ターン続けて行わないとダメージを与えられなくなるので、その準備をしておこう。またですねバトル開始から一定ターンが経過すると即死攻撃を行ってくるため、それまでに全力で倒しきろうということで、この即死が25ターン目なので、なるほど、25ターン以内に倒さないとそもそも戦えないというアウトなるほどなんですね、はい、しかも彼はですねちょっとやると分かるんですけども、前半 50% になるまではめちゃめちゃ回復したりバリアをね張ってくるんですよ自分に。なんですごく硬いんですね、うんうん、でかつ、耐性が全属性 25% 彼自身がかかっているというか持っているので、もともとのね、そうなんですよ、高いデバフをかけてあげないとそもそもね本当に属性のダメージも効かないというか、なかなか通りづらいようになっているので、はい、本当に前半は硬く後半はね痛いような始まりになるかなと思います。はい、じゃあそれでは行きましょう。行きましょう。はい、ここが本体。ここが本体です。これこの辺タップしてもね、この真ん中ら辺とかだとこの辺だとダメだった。そうタップしないとステータスが見えないと。そうなんですよ、背景なんでね、このブラドの本体っぽいところは背景なんですわ、ね、はい、はい、ことでナイトオープンナイト入れていきます、はい、今回はサルちゃんが、全体の魔法をカバーを担当、はい、はい、でやっていきます。カラフが引き付けですかね。はい、はい、で 100% どっちも 100% で引き付けと回避 100% でいきます。はい、手締まりは右利担当ですね。で、結構ね耐性を下げられた、耐性というかあの攻撃力ダウンとか入ったりするので耐性上げていきます。はい、ダメージ軽減も入れていきます今のうちに。はい、で、修羅の顔からの非属性からの連続ダメージアップ、はい、入れてきます、はい、このブラトさんが はい、あれなんですよね、全部の耐性を 25% ずつ持ってる、ね、そうなんですよ、はい、はい、なのでかなり属性を増やすところにする場合はダウンをいっぱいさせてあげないとなかなか効きづらい。そう、25以上上げないとカットされちゃいます、はい、で2ターン目に絶対このバリア張ってくるのでこれは剥がしてあげるのがやっぱいいと思います、はい、ターン数がね結構大事なので、はい、しっかりね削っていきたい、はい、削っていきたいです。さらにブラドさん24というバフもかかってこれね、さっきもねあの言った通り25ターン以内にやらなきゃいけないという目安です、うん、なるほど、わかりやすい。すごい目安、ここではターンカウントをしてくれている。そう、はい、ただただ目安です。さらにこのバフは剥がせないとですけれども。そうなんですよ、なので、はい、もう放置です、うんうん、放置でいきます。デバフの耐性も全部 100% 持ってるね。でデバッファーはいらないってことですかね。そうなんですよ、デバッファーも入れますね、はい、なので今回はそんな感じです。己の力のみで戦っていく、はい、はい、シャルロットさんは、ブルーベースヒールでバッファーにコントロールをかけていただいて、はい、これは実際に行きです。はい、ガラスさんもガラスさん切り上げてもらおう、はい、いきます。ぐらいの10人ちょっと。そうなんですよ。お、いいダメですね。うん、さあこれ絶望せよ。僕かしていって。
国大魔法の準備を始めたみたいなこと言うんですが、はい、次のターン国大魔法飛んでくるんでめちゃめちゃ痛いんですよ、はい、めちゃめちゃ痛いなのでダイロットさんのスペシャルアビリティでカットしていただきます。おい、これ国大魔法は魔法攻撃で無属性ですね。そうで全体にドーンとくるのでなので属性を上げてもちょっと意味ないので、はい、今回は結構そのバリアとか、はい、ダメージカットが重要になってくると、うん、で、レナさんですかさずもうリーバーね、たまり次第打った方がいいというねアドバイスいただいたので、はい、打っていきます。そして、ここでしっかりねリーバー打って、アクスタさんはね自爆風持ってないので LB 以外なので、はい、LB をねすかさず打っていくの大事かと思います。はい、ボタンもいいダメージダメージで見切り入れていきましょう。すかさず絶望せよ国大魔法、はい、お願いします。今日絶対なんかね、あ、無に帰れ、これデスペルっぽいかな、なんか来るんですよ、来ますかね、来されるんですよ、さっき私がせっかく入れた威力が下がっちゃいました。ありがとうございました。無に帰れた、無に帰れました、無に帰れですかね、多分ここにね、書いてないですよね、うん、あ、でも全体じゃなさそうでもない、結構デスペルは打たれるんで、まあまあまあ気にせず気にせず常に最大値を出していく、常にね常に前向きに、はい、打っていきたい、行きましょう、前向きに打っていこう、火をね改めて火をして、はい、はい、大体毎ターン 3% ぐらい回復に打っていきます ね、 ね、で50回以下になるとまたちょっと行動パターンが変わると聞いておりますので、はい、うん、はい、で見切りももう一回増やしていきます、はい、で攻撃力下げるのもさ剥がされているという悲しい状況なので、はい、ダメージ軽減とダウン耐性まあ一緒ですね、やっぱりレナさんはね、はい、ビリーズも今のところ全員はい一戦防止という、はい、そうそのね全体物理が痛いんで、ね、見切りを決まりを入れてる感じですね、はい、見切りの決まり、見切りの決まり、はい、かっこいいですね。いやシャルなかなかダメージ、いやーここまでまあまあ入れてますけど、そうね結構きますね、結構キチチだね、キチチの構え、はい、これ HP のトリガーとかは特にないって感じですか、ね、50% で変わります、うんうん、コードパターンがさっき言ってた、はい、それ以外のところでは特にトリガーはない、特になんかあるかもしれないけどなんかそんなになんかどれがっていう感じでも注意しなきゃいけないっていうところではないって感じですかね、はい、多分、うんうん、出てきた、あ、めっちゃ強いですからね今回、そのアクスターである、いやカモ見切りの構えの後のこれはねマジで本当そう最強ですね、ただここからがマジで、はい、マジマジのマジで大変だと、大変、なるほど、一、ね、回止まらないでそのままスッといけるのは、ね、いいです ね、 ね、はい、もう水やもう水した、次で 50% に戻ってこれそうです、お、いきます、テイク2、はい、だいぶ慣れてきましたね体が、お、いいですね、さっきと同じところまで戻ってきました、はい、ここで 50% 以下できつくなってくる前に、はい、ハイダーダメージでもう行っとこうという作戦で今行ったわけなんですが、はい、ドキしてまいりました、はい、ここでこんなものを入れときます、はい、ダメージカット、そしてシャルの HP リーフでしたね、はい、はい、これを始めるのか心配ですけど、こう行きますね、結構思ったより回復しなくてちょっとびっくりしましたね、はい、ハルちゃんの HP が言うて2万2000ありますから、うん、はい、さあ魔法衝撃ここで払いました、はい、これはもうそうですね、ながらお、ここでグランセレントの光は入っていない、入ってないけどガードしてる、あ、落ちちゃった、アクスターが、アクスターが普通に落ちましたね、チャンスチャンス、あの1回50に来るまでの間にプレミスで、はい、あのデスペが打たれてたのにカバー浮いてなかった時があって、それで落としちゃったんですよ、はいはいはい、アクスターだけ、うんうん、いやここからちょっとまたゴテゴテになりそうな嫌な予感がしているんですが、大丈夫です、まだいける、10ターン目入ってるんで、はい、ガードしておきます、はい、でガラフは
ので右下のアクサのためにやろうかなと思いつつ、はい、とりあえず LB ですね。はい、なんかとりあえず LB ポイント入りですね。とりあえず決まり、はい、ちょっと準備のためにね、修羅のやつとか打っちゃってたんであれなんですけど、まあ入んないみたいな。そうですね、今入んないので、うん、入んないターン、入んないんで、ちょっと MP 回復したりとか。あ、MP になってないか。もったいないのでダブルにしておきましょう。そうですね、はい、まあ、でもちょっとあれなんでダメジャップも、あ、ダメジャップじゃなくて、うんうん、こういう時とあとトリプルが次に使えるようになる。あ、なるほど、トリプルね。ここで一回割れかけてみよう。もう一ターン引かないか。そうですね、はい。耐えきる。ガードしてるんで、やっぱ50切るときに LB 打ってもうちょっとしばらくガードでね打っていけるようにしたんで、はい、それが切れたターングロリアスヒールをちょっと放って置きたいみたいな、うんうん、その1個前でね 50% 切るターンにこの今かなり過熱になる攻撃に対抗するこの準備をちゃんとしておくっていうのが、うんね、この何ターンかが崩れないポイントなんですかね。次カバーを入れなきゃいけないんで、はい、グランセルトの、グランセルトの光を打っておきます。今の手放しですね。はい。で、トリプル打ちます、うんうん。これで壊れるんじゃないでしょうか。はい。で壊れてくれると。うん、で、はい、でので、うん、徐々に回復とか入れておきます。ちょっと、入ってないので、ダメージカットが入っている。はい、サッシャルのダメージカットが入っている。で、ちょっと LB をね、貯めるのにこれ、頑張っていきます。入れます。はい、入るんじゃないでしょうか。入るかな。あと、どこか答えてくれれば次のターンね。大丈夫そうな感じがモリモリしますね。ナイス。おー、グラッセルトの光、さっきより大満点しますね。装備とか変わってないんですけど、この立ち回りを一回崩れるともう崩れちゃうんで、崩れる前に逆算対策ですね。はい、早め早めの、うん、なるほど。カバーを入れるターンの前にグラッセルトの光を入れて LB を打ってっていう感じで回していきます。いいですね。剥がれてましたよね、今。剥がれたと思います。見ましょう。剥がれてました。大事です。大事大事です、チェック大事です。とか氷とか入ってて、はい、ダウン入ってるので LB いきます。はい、殴れる時に LB。 ハフが入ってないということで、ダメージそこまで期待できないとは思いますか。大丈夫ですね、 10% 削れてますね。はい、そこそこいいダメージ出ました。はい、次のね、何が何が起きてるかわからない。何が起きてるかわからない。何が起きるかわからない。言語がもう不自由になってきた。何が起きてるかわからない。何が起きてるかわからない。みんなわかんない。そうですね。未来へ。レナの指に。未来で止まるかな。そうですね、変わりますね。もうかけときます。かけときます。もうかけときます。回復力もね、ちょっと、おぼられたんで、上げてみました。お前のそのレナちょっとおかしいね。ヒトちゃんのレナ。回復力があれ、いつもと違う。ポテンシャル引き出すね、はい、いいですね。いいですね。やっぱ立て直しがね、そこからシャルロットまたガードに戻れるんで、はい、これで立て直せたでしょう。やっぱね、ボタンの掛け違いと一緒ですよね、本当に。そうですね、1個ちょっと掛け違えるともう最後の方もよく分かんなくなっちゃうみたいな。そうそうそう、そんな感じがします。はい、じゃあここでもシュラでシュラ一応打ってみます。はい、そして、はい、この子は頻繁に衝撃をかけますね。嫌な子だね、はい、なんか3ターンに1回ぐらいしか攻撃がまともにできていない気がしますけれども、ね、そんな感じがしますけどね、本当にどういうこと、もうどういうことか。ガードしてるんでちょっと行ってそうな気がしてますけど。そうですね、耐えそうな感じですね。さすがガード。OK、はい、
本当にね、ガードのパワーは本当すごいですよね。ガードのパワー感じますね、うん、感じる。やっぱガードなんだなってどんな枠よりつまりはガードそのガードではない、はい、さあじゃあでは来てます。このまま駆け抜けたい。シャルロット長いね。シャルロット頑張るね。ファーストストーンを押さないけどね。頑張ってもらっていこうかな。そしてハゴ行きましょう。はい、ハゴは次、そうですね、次うん、通るか。あ、通りますかね。次通る。あれ通らないか。なんか、ちょっとわかんない。一旦で終わったりしますよね。するんだ。わかんない。なんか時たまそんな感じしたけど、私の感覚狂っている可能性もちょっと大いにある。さっき出てきたから多分2ターン、2ターン多分いかないと、2ターン続けていかないと思うんだよね。思ってるから。はい。さあ、押していきます。右の近い。じゃあ、スタート。お、剥がれた。剥がれたな。一緒に。いや、なんかあんまり自信なかったから言うて管理してあれどっちだっけ。文字を買いそうだ。おお、いいですね。シャルロットの管理が完全に回っている、うん、いや本当に 50% 切るときに、はい、LB を打っといてガード、もうガード長らくガード、うん、でかカバーが切れるタイミングでグランスケルトの光打って、カバーの時に絶対グランスケルトの光が相手を変える。であれば落ちないか。落ちなかった。一回落ちるとね、ずっとそのターンになっちゃいますね。はい、おーあー、いけたね。 LB フィニッシュもついでに、ついでに達成15ターン。いや本当にあれですね、あの本当ボタンかけ違えなければいけるけど、1個かけ違えたら絶対いけないので、本当早々に諦めた方がいいかもしれませんめっちゃクリアした。すごい。いやミッション達成。ポイントとしてはやっぱシャルロットのターン管理がかなり大きかったですね。いや本当にそう思います。あでもポイントとしては本当にそれですね。縦の人セシルだったら、はいはい、多分毎ターン、あの、ね、闇と光をこう、はい、変えながら戦えるんですけど、シャルロットはやっぱダブルアビリティが上手に使えるわけじゃないので、うんうん、もしねアビカクシャルロットで戦いたい方は 50% 切る前の段階で、うんうん、1個前のターンで LB 打っといて、うん、切る時からのガードガードで、ガードが切れる、カバーがあと1ターンだよっていうなった切れる前のターンにグラシェット光で、次に LB。 おー、流れが本当、もうそれ以外耐えなかったです。確かに精神爆上げで。爆上げでしたよね。そう、私のシャルロットが本当精神精神もう2100、精神完走。 HP も22000 で落ちててたんですよ。です、ね、超極大魔法、はいはい、なんか3連発とかでね、うんうん、落ちちゃってたんで、本当に LB とガードとね、グランシェルトの光を駆使して、うん、最大のねカットを続けるっていうのがまず大事です。はい、はい、すごい勉強になったっていうか、全然さっきとね、あの同じキャラかと思えない完全になんか安全な発売だったのでね、はい、でぜひぜひ皆さんもブラザーさん倒すとですね、たくさんのキャラクター潜在解放しますので挑戦してみてください。はい、ここでですね、はい、ちょっとだけ、注目のキャラクター紹介していきたいと思います。はい、いろいろね過去のキャラクター強くなってるんですけども、はい、例えばこの後藤星ニコールさんだったら、はい、全体氷属性不要、はい、物理攻撃に、はい、まあ、サポートの効果ね、氷属性を付与できるの結構ね貴重だと思うので、だったりとか、あとアクスターさんだったらタイル覚えてたりとか、そのまま性能がねちょっと強くなったりとかいろいろするんですけれども、うん、はい、中でもヒョウさんですね、はい、ヒョウさんがもともと持ってたアビリティのダメージがこちらの皇帝の命を狙うもので、かなりも、はい、ガッツリアップしてます、うんうん、2750、すごい上がってますね、はい、ブレードスリーブにあったとは、うん、600、はい、こんな感じで、アップしてるんですけれども、こちらのフェリアーズスレイブというものが2ターンに1回使用可能になってますが、はい、自分のリミットバースのゲージを2500増加させるっていうものを持ってまして、もともとこちらのヒョウさんの LB が3000かな、はいはい、なので、ほとんどほぼほぼ結構かなりのリミットバーストゲージの上がりができるので、うんうん、レインをですね、はい、アルドール王レイン、はい、の使い方に近いような使い方がねまたできてくるようになるんじゃないかなというのが、うん、ヒョウさんの潜在解放になってます。はい、では
けで今日はシリーズボスブラドミサちゃん挑戦してもらいました。結構大変でしたね。大変だったね本当に。あの思ってる以上に強かった。ついなんかやりごたえがありました。やりごたえがある、うん、はい。ということでブラドまだ倒せないという方、私もねまだ挑戦できないので、ちょっとミサちゃんのプレイをね参考に挑戦してみたいと思います。というわけで今日も最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。はい、というわけで今日も最後までご視聴ありがとうございまし た。公式ツイッターやってます。概要欄にリンクがありますので、ぜひぜひチェックしてみてください。そしてこちらの FFB 公式 YouTube チャンネルもチャンネル登録よろしくお願いします。ではまたね。バイバーイ。